はい、皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。英語生選校文、いよいよ第14項もうフィニッシュ向けてラストスパートに近いところまでこぎつけてきました。まあ、いろんなことを今まで勉強してきて、そして今、えー、僕らは、まあ、本当に堂々たる大学入試問題の和訳っていうものを一問一問そして一文一文ね。 えー、プラモデルを解体するというしっかりした作業のコンセプトのもとに眺めているもうね、あのー、そろそろこう自分で練習が、えー、できるようになってきているっていう人も、あのー、多いと思うんですよ、正直ねあの大体、まあ、学生見ててもその集中的にエクササイズを行う今日どうしてオープニングでこういう話をしているかというといよいよエクササイズ30に入ってくるんですよね。でねあのーまあ、予備校で えー、かなりやっぱり君たちと同じような大学を目指して勉強する、えー、学生たちにこの英語生選公文に当たるこう一文一文のがっちりした読みっていうのを徹底してレクチャーするのは、まあ、1年のこう、ね、授業期間で言えば1学期になるわけだよで、夏休みにしっかりと復習を、えー、終えてもらって2学期以降はいざ、本当のこう長文だとかなんだとかっていう読解の相互問題ですよねで、そういったところへと進んでもらうことになる。 で一学期どのぐらい文章を読むだろうって考えるとあのまだ我々のこの生鮮公文、えー、残り4公文続いていくんだけれども正直こんなにたくさんは喋れないんですよね50分の授業であれ90分の授業であれ大体こう予備校の一学期間っていうのはそれがまあ12週ぐらい続くで12週で、まあ、2時間ずつやるにしても24時間でしょで24時間でやっぱりねこうなんて言うんだろう 上の生徒もいれば下の生徒もいるこれはどんなにこうレベル分けで予備校のクラスを作ってもまあどうしても起こりうることだよねなんとなく分かってもらえると思うんだけれどもでそうすると本当に目の前の生徒の出来っていうのをう見ながらやっていくと実はここで話をしていることっていうのはその目の前の生徒の一番こう僕がね、えー、この教材を使って勉強する人たちがこのスポットだろうっていうところにずっと初めから えー、レベル的にもそうだし、話の質的にもそうだし、いろんなものをこう合わせてやっています、あと一切の無駄を排除してっていう、ね、形をとっている、なかなかやっぱり週に1回のこうフェイストゥーフェイスの授業っていうのは非常にいいんだけれども、その辺難しいんですよね。 で、お互いの顔を色見ながらみたいなこともあるし、ちょっと今日は疲れてるみたいなところで、えぇ、ー、進路が鈍ってみたりとかさ、いろんなこう繰り返し。そこ行くとこう君たちラッキーだなと思うのは、何回でも見られるんですよね、この講座は。で、それがすごくあの、メリットであり、まあ、はっきり言えば強みです。 やっぱり生の授業って1回で消えてしまうので、消えてしまったものっていうのはもう1回、こう次あるいはその次っていう,うにね、場合によってはもう本当に23ヶ月経ってから全く同じ話を黒板使って、こうとうとうとやり、えー、直さなくてはいけないっていうことが、まあ、実は1年間のこういった講座の中でかなりの部分を占めます。そそういったものをてて、て排除してそしてね、 えー、モニターも使いながらっていう進みになってますので本当にこう凝縮されたエッセンスのみっていう形で毎回授業を、えー、僕もこうして喋っていられるの非常に気持ちいいので、ね、ある意味ね、だから本当にこの授業にこう18校まで残り見えてきましたが、あのー、進められて、でそして復習っていうのもさ自分で特に工夫する必要ないわけじゃん、何回でも見ればいいだけの話だから、だからそうやって本当に正しいことだけをがっちりと頭につかんでしまえば。 うん、この先楽だろうなと正直思いますよ、いよいよエクササイズも30に入ります、そうするともう君たちは本当にある意味こう、文を読むということに関しては出来上がりつつある、これはね、今までのもちろん、えー、過去13校の復習がどのぐらいできてるかということも大きく、非常に大きく、まあ、それが一番、えー、関わってくるんだけれども。 あの市販の例えば和訳の問題集、あるいは大学の入試問題、どこかねペラッとめくって一問の和訳問題があると、でやっぱりどうしてもねこう市販のペーパー教材っていうのは、なかなか解説がきちんと、えー、プロセスを追っかけてっていうところまでは書けませんので、それをこう頭の中で自分でチェック1から始めて、ライブ中継をしていくっていうことが、まあ、できつつあるんじゃないかなと思ってますよ。 なので、まあ、ペーパー教材、わざわざ今使う必要ないですから、えー、残り少なくなってきたこのエクササイズ、一つ一つ、ね、改めてその自分がペーパーの購入試問題に、えー、当たっているんだっていう気持ちで一つ一つ丁寧に正しい手順を当てはめて、えー、しっかりとした回答完成力を、ねえー、養うように使ってくださいさあ、それでは、えー、今日もそのエクササイズ30から授業に入っていきます。 もう本当、えりすぐりの問題っていうふうにずっと言い続けてきたこのエクササイズ。いよいよトップレベル国公立突入になっていきます。それでは早速、その今日最初のエクササイズからスタートしましょう。